はい、梅です。こんにちは。どうもどうも、お元気でしょうか。先日はチャンネル登録者5000人突破というですね、大変めでたい動画をアップさせていただきまして、皆さんからの質問を受けますっていう募集をしたところ、めちゃくちゃたくさんのコメントいただきました。ありがとうございます。いやー、こんな来ると思わなかったね、俺もね。びっくりで。で、皆さんのコメント一つ一つちょっと見させていただきまして、答えれるものは頑張って答えていこうと思います。何から答えようかと思うんだけど、一番多いのはね、バーッと見て一番多かったのは、本職は何ですか？仕事は何ですか？これはやっぱり一番多かったね。本職ちゃんと働いてます。で、本職はね、ちょっとこれ言えないんですよ。会社はちょっと公表できないので、じゃあ何関係かだけでも、ちょっと、言えないな。まあ、サービス業とだけ言っときましょう。で、休みは、基本は土日なんですけども、結構土日も出社することがあって、で、代休がもらえるんですね。で、代休が平日で好きなところ入れていいので、で、それでなんとかディズニーの方は休日と平日を交互に行ってるっていう感じですね。なので、この梅さんって人さ、行きまくってるよねって思ってるかもしれませんけども、実は意外と行ってないです。一度行って動画のネタをですね、3つ4つバーッと、収穫というか、取材ネタを、まあ、取りだめして、で、ちょっとずつ小出しでアップしてるので、皆さんが思ってるほどガチンコでインはしてないですね。もっとブログやツイッターとかでヘビーにインしてる人の方が多分多いと思います。まあなんでちょっとすいません。仕事に関してはね、めちゃくちゃ1、2、3、4、5、そうだな、10個ぐらいはもらってるかな。なんですけども、ちょっと答えられないんです。すいません。その次多かったのが、結婚してますか？これは多かったね。1、2、3。これもやっぱね、5つ、6つありましたね。結婚はしてないです。独身です。で、別に子供もいません。ずーっと独り身です。ですので、そうですね、彼女募集中かな。別に募集っていうわけでもないんだけども、まあ、いたらいたで多分楽しいと思いますけども、まあ、いないないないで仕方ないって感じかな。どうだろう。まあ、強がってるね。欲しいです。募集しますね。この辺にじゃあ、ください。そういうのは、なんですけど、いません。そういう感じです。なんだそれ。その次に、多かった質問が、好きなキャラは何ですか？これ多かったね。好きなキャラは、俺ね、動画の方で結構ちょこちょこ言ってると思うので、結構みんな知ってると思ったんだけど、知らない人もいるんですね。俺が好きなのはミニーです。で、ミニーに関することちょこ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 動画で言ってるので、結構な人がね、俺のミニー好きは知ってると思ったんですけども、ミニーがめちゃくちゃ好きですね。もう本当に大好きなんで、すべてのショーパレードはおそらくミニポジで見ますね。少なくともランドのパレードは必ずミニポジですね。で、まあ、ミニーが見れればどこでもいいってわけでもないので、まあ、やっぱり、ミッキー、ミニーセットだし、ミニーが出てれば、どんなショーでもいいのかって言ったら、決してそうでもないんですけども、まあ、とにかくやっぱりミニーが好きなので、ミニーメインのショーとかあると、本当に嬉しいですね。だから、夏のトロスプなんかはもうミニー主役なんで、めっちゃ嬉しいですよね。あと、この間のパーフェクトクリスマスなんかでも、ミニーの可愛いシーンいっぱいあったので、やっぱいいですね。なので、ミニーが一番大好きです。その次に多かったのが、ランドとシーの好きなアトラクション、あと好きなレストラン、これも多いね。俺考えたんだけど、実はね、好きなアトラクションって、実はそんなにないんですよ。ちょっと申し訳ない、残念な答えかもしれませんけど、そんなにないですね。強いて言えば、C はタートルトークかな。タートルトークはいいですね。何がいいって、まあ、あれ海外から来たアトラクションなんだけど、あんまり知識がなかったのね。
今度で、セスコロンビアのあのほら船尾のスクリューの下に部屋ができて、そこでクラッシュと話ができるって、まずね、何小ぶりじゃん。そんなに大きなね、豪快なアトラクションじゃなくて、 SS コロンビアの船の中をね部屋にして、でしかもファインディングニモのクラッシュと話ができるって言われても、クラッシュってそんなにね、ファインディングニモの中ではそんな重要なキャラでもないじゃん。まあ重要なんだけども、まあそんなさ主役じゃないじゃん。でどうなのそれと思って、はあ、だから何と思ったわけ、行くまでは。で行ってみたらびっくりで、あのそのクラッシュのアドリブ力といい、お客いじりのうまさといい、そのエンターテインメントとしてすごい驚いたの。その複合的なハイテクの塊なので、でもう2回3回連続して何回見ても、まあ、基本の話は変わらないんだけど、やっぱね、ゲストとのさやり取りとか質問の答えによって若干ショーの内容も変わるし、ほんと面白かったね、タートルトークは。なので今でもタートルトークは空いてると行くんですけど、まあ、最近混んでるに行かないんですけどもね。なので C ではタートルトークが一番好きですね。であと、シンドバッドか、シンドバッドも好きですね。シンドバッド好きな理由は、まあそこ昔ね別のアトラクションだったんですよね。で2年目か3年目ぐらいまではまあ人がいないいない、スモールワールド形式のね、あのウォーターライド でかつ中身もおっとりというか心和み系じゃないですか。だからね、パークオープンして3、4年目ぐらいの時には本当に閑古鳥だったんですよね。でそれがどうだろうな、4年目か5年目ぐらいに、あのディズニー映画で有名なアラン・メンケンっていう作曲家が手こ入れで、新規で曲を作って、でライドの中身一新したんですね。で例えばさ、あれいるじゃん、アラビアンナイトの巨人いるじゃんか、あいつもさシンドバッド優しくてさ、かわいそうに今すぐ出してあげるよとかって言ってさ、囚われた心の優しい巨大な魔人を出してあげるっていう設定じゃん今。あれ当時逆だからね、怖い魔人を閉じ込めるっていうあれ設定だったんだよ、オープン当時は。だからあれがね、今すぐ出してあげるからねって言ったら、あれちょっと呆れたというかね、ちょっと笑った。初めて新しくなったの乗った時ね。あと魔法の太鼓で猿をおとなしくせよとかね、あれもあんなじゃなかったしね。でまあびっくり、まあそこはまあ置いといて、変わったのはね、まあ、あれはね、アラン・メンケンのコンパス・ユア・ハートっていうあの曲が俺大好きで、あの曲を聴くためのアトラクションなんですよね、ライト。でそれで普通はああいうオーケストラってさ、初めフルートの音がだけなのが、だん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 音楽が加わっていって、大合奏になるっていう、あるじゃん有名な曲、なんつったかな、ちょっとタイトル忘れたけど、あんな感じで、あのシンドバッドは逆で、自分が動いていって、だん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 ボリュームがダーッと上がっていって、最後が大合奏になるっていう、逆の発想だよね。で、すべての音がシームレスって言って、つなぎ目なしでスーッとつながってるし、音がこうかぶさりかぶさりかぶさりってきても破綻しないようにできてるし、まあ、何より音楽がいい。あとそのテーマ性もいいですよね。まあガラッと変えてあれと思うとこはあるんですが、俺も人生分岐に迷ったらね、心のコンパス探しにちょっとまたシンドバッド乗りに行きたいなと思ってますよ。なので皆さんもですね、人生迷ったらですね、心のコンパス探しにぜひシンドバッド乗ってみてください。あの音楽聴きながら今後の人生について考えてみるのもいいと思いますよ。はい、というわけであの2つが好きですね。うん、あとはね、インディ・ジョーンズかな。インディ好きですね。インディはアメリカのアトラクションの輸入というかコピーというか持ってきたんですよね。
インディーもすごくいいですね。インディーについてまたうんちくんがあるんで、また今度話しますね。あ、あとあれだ。あとハーブテラーだ。ハーブテラーがほんと好きです。なので、タートルトーク、シンドバッド、タワーブテラーかな、この順番ですね。タワーブテラーが好きな理由っていうのは、まあ簡単に言うわ、あの落ちるのがもちろんいいんですけども、あれって苦手な人はとことん苦手じゃないですか。で、あれは何で苦手かっていうと、あれはね、落ちるのは怖いっていう人はもちろんそうなんですけども、あれもともとなんて言うんだろう、お化け屋敷ですよね。あの呪いとかさ、人が消えるとかさ、あのホラーとか呪いとかが嫌いな人っているじゃん。でシリキュートゥンデュの呪いは本物だって言って、気をつけろってあのハイタワー三世が俺たちのことを脅すじゃないですか。あれ怖がれない人は本当あれビビるらしくて、やっぱ怖いらしいんですね、呪いとか。ああいうオカルトが好きな人、好き、あのオカルトが苦手な人は。でそれに加えて落ちるっていうフリーフォールでしょ。だからもうね、ガクブルで腰が抜けて立てないぐらい怖い人は怖い人なんですよ。でそういうそのお化け屋敷とフリーフォールを複合させて、とことんビビらせるっていう、そのコンセプトがいいです。でそれであれ落ちる落ちるって言っても、実は本当にフリーの自由落下ってほんの数秒だし、そんな大した高い距離落ちてないし、あの落ちた後また登ったりして、あの折り返しで一瞬お尻がふわっと浮くぐらいなので、絶叫マシンとしてはそんなに大したことないじゃないですか。あの富士急とか長島とか好きな人からしてみたら。なんだけど、それを演出でもうさも怖い呪いだ落ちるっていうので、演出演出演出で塗り固めて、さほどそんなに豪快で怖くもないものをさも怖い恐怖のアトラクションっていう風に、そのデコレーションというか演出というか、それが本当にうまいので、フリーフォール、絶叫マシンとお化け屋敷を複合させたアトラクションっていうことではものすごい完成度が高いと思ってます。でそれに加えてオリジナルストーリーですよね。あれもともとアメリカのディズニーでは、トワイライトゾーン、タワーオブテラーっていうんですよ。でどういうことかというと、あれはあのトワイライトゾーンって言って、あのちょっとしたオカルトの小話をやってた向こうのテレビシリーズなんですね。あの日本でいうとあれですよ、タモリが昔やってた世にも奇妙な物語、あれはもともとねトワイライトゾーンのオマージュなんですけども、ああいう風に30分ものとかの短編ドラマのベースにしたアトラクションで、アメリカではで、アメリカではそのハリウッドスターの家族があの泊まりに来て、そのハリウッドスター、お父さんお母さん息子2人とドアボーイの5人がある日突然そのホテルの13階から消えてしまうっていう、そういうストーリーなんですね。だからその何でホテルもハイタワーじゃなくてハリウッドホテルっていう名前なんですよ、向こうでは。そのまま丸コピーで、丸コピペで日本に持ってきてもおそらく売れないと思っ、ウケないと思ったと思うんですよ、 OLC が。だからそれを日本オリジナルのストーリーに変えたんですね。だって置かれるところもニューヨークだから全然違うし、だから日本のタワーブテラーっていうのは実はオリジナルなんですよ、ストーリーが、デコレーションも。だから俺初めてタワーブテラーが日本に来るって聞いた時も、まあふーんと、まあできるのは嬉しいなと思ったけども、ガラッと変わっちゃって、しかもあんなさ、ハリソンハイタワーのがもともとお金持ちの収集家で自分のコレクションをあって披露して、でシリキュートゥーンデの呪いをバカにしてたら本当だったみたいな、あれさ、うまくやれば映画1本ぐらい作れるじゃないですか、あのバックグラウンドストーリーって。でああいうオリジナルものをね、日本オリジナルでよくぞ作れるようになったなと思って、まあちょっとね、上から目線ですけど感心しましたね。タワーブテラーだからそういう点でもですね、すごい好きです。あのストーリーも好きだし、演出も好きだし、うん、だからこれ一番でもいいかもしれないな。ちょっとまあタワーブテラー、タートルトーク、シンドバッド、この3つです。でランドか、ランドはね、ランドはないんだよな、あえて言えば。ピーターパンかな。ピーターパンが好きな理由は、
やっぱね、ディズニーランドのアトラクションってまず映画をそのアトラクション化するっていうところがやっぱうまいなと思うのね。ちょっとまあ厳しいこと言うと、ただあのジェットコースターとかですね、なんかそういうのよりかはやっぱ俺はあの映画をモチーフにしてるとか、やっぱそういう方がやっぱり評価するんですね。で、映画をモチーフにしてるアトラクションってまず見ていくと、やっぱピーターパンがダントツでいいと思います。特にあのロンドンの上空の夜景ですね、あれはいい。で、まあですね、まあちょっとね、なんだ、女の子と行くとこれは効果てきめんですよ。女の子とのデートの基本っていうのは、まあ夜景、密着、ドキドキ、この3つなんですよね。この3つがすごく大事で、それでディズニーランドには今言った夜景、密着、ドキドキっていうものがやっぱ詰まってるんですよ。で、そんな中でピーターパンっていうのは乗った瞬間夜景じゃないですか、一気に。あれがすごいですよ。昼間とかさ、クソ暑いクソ寒いとこ並んでるって、あのライドに乗って走り出した瞬間夜景でしょ。で、密着じゃないですか。で、前の人とも必ずパーテーションっていうか敷居があるので必ず2人になること保証されてるし、あれはいいですね。なので一瞬でロマンチックな気分に浸れるので、ピーターパンはそういう点ではすごく評価してます。いいアトラクションです。で、逆に絶叫マシンとかはそんなに好きではないんです、ランドでシーンも。じゃあ俺絶叫マシンが苦手なのっていうと、そうではなくて、絶叫マシン大好きなんですよ。富士急好きだし、あと地元岐阜なんで長島スパーランドも子供の頃行ってたんでね。でも絶叫マシンはそういうアメリカのシックスフラックスとか、あと富士急とか長島とかそういうところ行って本当のガチンコのすげえ絶叫マシン乗ったのが楽しいので、ディズニーランドのやっぱちょっと甘口の絶叫は別にわざわざ乗ることないと思ってるんですね。要は甘口カレーじゃないですか。なんでもっと辛いカレーが好きなんで、辛いカレー食べたかったらやっぱカレー専門店行くじゃん。それと一緒でディズニーランドに行っても、で絶叫マシンをわざわざ乗らなくてもいいかなと思ってるんで、まあでも一緒に行った人がね乗りたいって言ったらもちろん乗るんで、自分からガツガツよっしゃ今日もビッグサンダーマウンテン4回目だとかそういうのはないですね。はい、ランドのアトラクもうちょっと考えておきます。でもね、俺ちょっと聞いて、俺ね、ランドもシーも未だに全てのアトラクションは制覇してないんですよ。すごいでしょ、意外でしょ。ランドはね、オムニバスだな、あの2階建てのバス、あれは乗ってないですね。で、あと C はいっぱいある。 C で乗ってないのはマーメドラグーンのフグのやつと、それからスカットルのちっちゃいジェットコースターと、あとフランダーかなんかのやつかな。マーメドラグーンのあの辺のエリアの小さなアトラクションは3つ4つ俺乗ってないですね。多分当分乗らないと思います。で、なんでランドもシーも俺こんなに行って年パス20年ぐらい更新してんのになんで乗ってないのかというと、全部乗ってしまったらもうエンディングというか全てコンプリートしちゃって物足りなくなってしまうのは怖いんですよ。逆にね、俺まだ全てのアトラクションは乗ってないんだぜってあった方がランドやシーン行くきっかけになるじゃないですか。だからそうだな、ゲームとかでもさ、なんか隠し絵とかさ、隠しエンディングとかさ、全部集める系ってさ、全部集めちゃったらコンプリートで寂しくなるってあるんですよ。それと一緒で、まだ俺ランドもシーも全てのアトラクフルコンプリートしてないんだっていうね、そういうのをちょっと残しておきたいんですよね。だからアトラクションに関しては全て乗らずに残してますね。かつそんな優先順位も低いです。ちなみにですね、ちょっと話に外れるんですけど、スターツアーズって2年ぐらい前にリニューアルしたじゃないですか。CG になって、で分岐するようになったじゃん。で、あの時ね、俺ミクシーかフェイスブックのオフ会で
なんかね、年パス2年目ぐらいの人と知り合ったんですね。でその人の年パス2年目ぐらいでもう行きまくってて、でちょうどねスターウォーズ、スターツアーズのスニークって言って正式なオープンから2週間ぐらい早くねテスト営業するじゃないですか。確かねスターツアーズってゴールデンウィーク明けた5月の8日か9日が正式オープンで、ゴールデンウィーク中はずっと確かねスニークだったんですよ。でそのスニークの最中にQエリアって言って列の待ち時間の調整とかですね、表示がちゃんと合ってるかとかそういうテスト運営をやってる時に、今言った年パス2年目ぐらいの人がですね、俺もスニークで全てのエンディング全ての分岐見ちゃったもんねって言って、なんか報告してたんですよ、その日記かタイムラインに。でみんながまだオープンしてないのにスニークで全てコンプしちゃっただって、まるまるさんすごいっていう風に書いてたんですけども、で俺はうわこの人もったいないなって俺思って見てました。なんでかっていうと、スターツアーズとかって乗るたんびに分岐分岐で変わっていくし、当分限定とかじゃないから、もうあのプログラム当分続くわけでしょ。だったらそんなスターツアーズガツガツ乗らなくても、すごい混んでる時とか雨の日とかなんか5分待ちとかの時にサクッと行って、ちょっとずつちょっとずつコンプリートしてった方が絶対いいじゃないですか。お楽しみがまだまだあるわけだから。だから俺スターツアーズ俺まださ、分岐俺3つか4つしか見てないもんね、こんだけディズニー行ってて。でそんなガツガツしない、ちょっと空いてたらふっと行って、あまた違ったっていう風に、まだまだ俺スターツアーズお楽しみいっぱい残ってるもんっていうぐらいの方がパークを長く楽しめるので、そんなに俺ガツガツしないんですね。だからアトラクションに関してはそんな感じです。であと、もともと俺ディズニーランドディズニーシーっていうのはパークで配ってるトゥデイあるでしょ、あのトゥデイのプログラムを楽しみに行くところで、そのプログラムを楽しむついでにちょっとアトラクション乗ってみようかっていう感じなので、よっしゃ今日は朝行ってまずトイストーリーのファストパスを取ったら次インディー行ってとか、そういうのもあんまないっすね。あ、俺だからね、俺トイストーリーマギアも乗ってないもん。意外でしょ。トイストーリーマギアもう俺アメリカのカリフォルニアアドベンチャーでアメリカのやつ俺もう3回ぐらい乗ってるんで、まあ日本のやつは別に空いたらでいいやと思って、まあ30分待ち切ったら行ってもいいかなとか、ファーストパス取れたら行ってもいいかなって考えてるぐらいで、まああれもなくならないからね、まあ別にいつでもいいやと思って行ってないですね。はい、なのでさっきも言った通り、俺はディズニーランドディズニーシーのパークっていうのはトゥデイのプログラムを楽しみに行くところで基本ね、でその合間合間にアトラクション乗ってみようかなって感じなんで、アトラクションはそんな興味ないです。はい、で好きなレストランか、ちょっとこれ長くなったね、すごい質問答えていくと。でね、まずはね、まだまだいっぱいあるんで、これ当分続くなこれ。はい、なので俺の仕事と結婚してますか、あと好きなアトラクション、はい、この3つについてお答えしました。長くなるんでこれ小出し小出しでいきますね。はい、見てくれてありがとう、じゃあね、バイバーイ。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。このディズニー夢チャンネルは不定期更新ですけども、今後気力とネタが続く限り更新を続けていきたいと思います。まだチャンネル登録が済んでない方はこちらの画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。そしてですね、俺のツイッターアカウントはですね、じゃん、はい、こちらになります。こちらのツイッターの方ではですね、ディズニーだけではなくてアニメとかコスプレなんかのネタもつぶやいていて、ツイッターにしかない画像なんかもアップしたりしてますので、興味があったらぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。